この企画は求職者が自身の希望年収を提示し、見事自己アピールに成功したら社長たちの会社へ就職ができるという年収自己申告型の新しい就活番組である。そして今回これをジャッジする社長はこちら、株式会社トリアイナ三浦哲郎、株式会社アドレックス田代隼人、グローバルパートナーズ株式会社山本浩二、ライトアーム株式会社瀬尾健二。それでは就活サバイバルネオを始めていきます。求職者の方はご入室ください。失礼します。今宵も一人の求職者が自らの価値を伝えるべく社長たちへ挑む。それではお名前と希望する職種、希望年収をお願いします。玉島亮です。手塚山大学から来ました。21歳です。希望年収は700万、希望職種は営業職でやらせていただきます。よろしくお願いします。それではプレゼンを開始してください。まずはじめに経歴をお答えします。小学1年生から3年生まで12年間野球をやってきました。親元を離れて寮生活を高校生でやってきました。高校3年生時に甲子園に出場しました。アルバイト経験をお答えします。家電量販店を1年、精肉店アドバイザー1年半、ホストを1年半やってきました。学業では大学学別プレゼン大会で最優秀賞、コミュニケーションサークルを立ち上げました。次に挑戦しようと思った理由を2つあるんですが、1つ目がチャンスだと感じました。それこそ社長さんだったり会長さんがこういった場におられることで、自分自身のプレゼンをこう直接聞いてくださるってことに興味を持って挑戦しようと思いました。次に採用されることによってやっぱり自身をギリギリまで追い込むことができると考えたからです。高校生の時に寮生活でまでやっぱり試合に出ないといけないとか、そういうマインドでやっていたので、やっぱり採用されることによってやっぱ自身のマインドもそう同じようなマインドになると思ったので、やっぱりそれも挑戦しようと思った理由の一つです。次に将来ビジョンです。将来ビジョンの一つ目はお金持ちになることです。高校をはじめ野球ってたくさんの道具にお金がかかって、親に迷惑だったり経済的に負担をかけてしまうので、やっぱりお金をもらって親に迷惑をかけた分恩返しとして払っていこうと考えています。そのお金をもらうことでやっぱり車をいいのを持ってたら自身のやっぱマインドだったり雰囲気っていうのも変わってくると思うんで、やっぱりアウディ買うことが近々の目標です。最後に自分自身しかできないことや道を確立することです。それは何かと言いますと、やっぱり営業で成績を出すこと、また常にそれをトップで出すこと、それこそ1ヶ月目からトップに出ることが自身の目標であって絶対やるべきことだと思っています。結果や信頼を得て新規事業を立ち上げに回っていけるような能力をつけたいと考えています。よろしくお願いします。ありがとうございます。だいぶ印象はいいかと思いますが、何かご質問であったりはお願いします。はい、甲子園では何勝したんですか。あ、甲子園がコロナ禍でして、春に甲子園に行けるチームがあり、その夏の甲子園は中止になったんですけど、その春の甲子園に行けるチームが夏に回ってきた。夏は独自大会があったんですか。そうです、その地方であったって感じです。そこは出たの。あ、それはもう、はい、優勝させて。あ、優勝したの。はい、今僕が提案して、はい、コロナの時に甲子園行けなかった人たちを、はい、甲子園僕らが予約して700人ぐらい連れていくのよ、今年の11月立てなかったから悔しいだろうと思って、それで聞いたんだけど。あ、それはあれですか、僕も行っていいやつですか。年代が一緒であれば、 あの夏を取り戻せって検索してもらえる。あ、僕はもう裏方で学生自らがやりなさいってことでやってもらってるんだけど、はい、分かりました。瀬尾社長、お願いします。アルバイト経験でホスト1年半ってあるんですけど、はい、これはいつぐらいにやってたんですか。これ18の大学進学してからすぐ20歳ぐらいまでですね。
なんでホストやったんですか？友達がいまして、大学の友達が、その方と一緒の挑戦してみようって感じで体験に回って、まあ、友達とは違うグループに行ったんですけど、やっぱり一人の方にやっぱこの人すごいなとか、この人の経験とかを吸収しようと思ってそこに入りました。どのぐらい実績出せたんですか？売上で言いますと420-430万ぐらいですね。それは同じぐらいの、その他と比べるとどのぐらいすごいですか？まあそれぞれなんですけど、まあ、友達、その一人の友達は2ヶ月で1100万稼いだ人もいますし、それこそ入ってから0から1にするのが難しくて、それこそ30万いくまでが難しいんで、やっぱりそこがこけるところなんですけど、なんかうまくいきました。その400万出してた時、はい、お店のトップはどのぐらい出すんですか？お店のトップが600万ぐらいですかね。そのぐらい近いんだ。それちなみにどこのエリアでやってたんですか？南です。大阪南。あ、大阪南で、はい、あ、やってみた感想ってどうでした？ホストって正直しんどかったですよね。それこそ、うん、寝る時間もないですし、それこそ例えば睡眠時間6時間あったら1時間後とか30分おきにアラームかけて LINE とか返さないといけないし、うん、そういうところが一番しんどかったですね。うん、もう面白い経験だね。ちょっといいですか、質問。はい。希望年収のところのページがちょっと飛ばされちゃったんで。あ、それ。これの配分といたしましては700万っていう結構大金なんですけど、それこそ半分が親にあげるっていうか、親孝行として使うお金で、あとの半分が自身だったり、やっぱり僕兄弟が3人いまして、うん、で弟の方が芸能の方行ってまして、それでレッスン代がかかると、それに少し払おうと、僕が払おうと思ってます。例えば当社の場合、はい、初年度から3ヶ月おきに査定っていうのをやるんですよ、はい、なんでトップセールスとか達成ずっとしてる人って、はい、最初がベースが低くてもどんどん固定給が上がって、はい、あと3ヶ月に1回あらりの 10% 以上こう返すので、はい、普通にやると達成してトップクラスだと700超えるんですけど、これあなたと700万で握るじゃないですか、はい、結果としてあなたがちょっとスピードが遅くて、はい、成長するのちょっと遅れると、はい、会社大損しちゃうかもしれないんですよね、はい、これ700は絶対ですか？トップを取ったらもちろん700払う会社なんだけど、はい、下の方だったり達成してなくても700万くれっていう感じですか？それは500万から500万プラスインセンティブとかでも大丈夫です。うん、じゃあその辺は交渉できる。はい、交渉。わかりました。じゃあちょっととりあえず500万、600万置いとこうか。はい、ありがとうございます。では、スキルチャレンジの方にこの後移っていきたいと思います。今回番組が6つのスキルを用意しました。営業、動画編集、マーケティング、エンジニア、社内ベンチャー、最後にデザインですね。この6つの中で何を選びますか？営業で。営業で。はい、ありがとうございます。ではお願いします。はい、ではこちらの3つの中からお選びください。これで。はい、 YouTube です。 YouTube 今回の番組の YouTube のお題の定義ですね、はい、これは YouTube アカウントの開設です、うんうん、月額200万円の1年契約で、会社のアカウントをまあ、任せてくださいと。おお、まあ、そういうことか。いう営業になります、うんうん、ではこのまま会場を移動していただきます、はい、お願いします。就活サバイバルネオでは動画に出演したい社長さんを募集しています。詳しくは概要欄からお問い合わせください。この対決は3分以内で決められたお題を求職者と営業のプロそれぞれがロープレを行い、どちらの営業が良かったかをジャッジするという企画である。そして今回の対決相手となる営業のプロはウェレン株式会社サルタージュン。新卒で株式会社キンエンスに入社後、プルデンシャル生命に転職し、営業の新人ギネス記録を2項目更新したという過去を持つ営業の達人。現在はバズキャンパスというインフルエンサー育成スクールを運営する。果たして求職者はジャイアントキリングを成し遂げることができるのか。それでは営業ロープレバトルを行っていただきたいと思います。今回のお題は YouTube アカウントの開設です。この際に条件が、月額200万円の1年契約、そして会社のアカウントということが条件となります。先行
田之島さんで、高校が猿田さんにお願いしたいと思います。制限時間は5分となります。それでは今回のお題を営業するお相手を社長様の中からお選びください。三浦会長で。俺また俺来ると思った、来ると思った。三浦会長お願いいたします。俺 YouTuber だぜちょっとじゃあそれでは三浦会長お願いします。はい、で制限時間5分となります。はい、それでは用意スタート。失礼します。こんにちは、田之島です。あ、三浦です、よろしくお願いします。僕の会社はYouTube を専門的に扱っている会社でございまして、それこそ月額200万で、で高いね、200万の月額ね。はい、ちょっと どういうなんかメリットがあるか分かんないんで。はい、メリットを今から話します。月に200万払っている、払っていただけるだけで、5万 YouTube 登録者数を伸ばすことができます。どのぐらいの期間でですか？2週間です。2週間で5万？2週間で5万。その後の12ヶ月11ヶ月と2週間は増えないですか？いや、5万、5万です。最初の2週間で5万じゃないですか。で、次の2週間も5万。5万ずつ増えてくるんですか？はい、月に10万月に10万増えて、はい、ということは120万になるってことですか？そうです。ああ、それすごいですね。はい、それ本気ですか？本当ですか？本当です。で、根拠を教えてください。じゃあ、まず、例えば YouTube っていうのは、多分ご存知のように、TikTok からこう 飛ぶ方が多くて、そうなんですね。はいはい、またはインスタグラムから飛ぶ人が多くて、やっぱり私の会社ではこうインスタグラムのフォロワーだったり、TikTok のフォロワーが多い方がおられるので、その方に拡散として三浦会長の、YouTube 登録をお願いできるように頼んでいます。YouTube チャンネルを他の SNS でインフルエンスしてくれるってことですか？そうです。あ、なるほど。ちょっと根本的なこと聞いていいですか？はい、チャンネルで僕は何をすればいいんですか？今のままで、ビジネス的な何かそのことを話すのかとか、エンタメをするのかとか、スポーツをするのか、何をすればいいんですか僕は？あ、それは獲得される年齢層によるんですけど、エンタメなことをされたらやっぱり若年層の方にフォローされると思いますし、それこそビジネス系のことをされたらやっぱり40代50代とか。それビジネス系でも1ヶ月10万人いくんですか？いきます。そんなの世の中で見たことないんですけど本当ですかそれ？あ、本当です。できればビジネスのことだけをやって、ビジネスに興味がある人たちを集めたいんですけど、それでも120万人1年間で行くんですかね？そうですね、そうです、行きます行くんだ行くんですか、はい、ビジネス系のことは例えば行かなかったらじゃあどうなっちゃうんですかそれ？行くっていう保証がついてるということですね。はい、じゃ行かなかったら返金してもらえるのかな？はい、返金します。あ、返金するんですか？はい、あ、じゃあいいんじゃないですか別に行く120万に行くっていうのはもう、正直億単位の価値ありますよ。はい、ね、数万人増やすのに数百万とか数千万規模の、コストとかしかないと今もう増えないんで、はい、ね、じゃあ有名 YouTuber とコラボしたら多分1本で500万から1000万ぐらいの金額取られるんですよ、案件で。はい、でそれで増えるのも数千人しか増えないんで、フォロワーなんて。でそれが1年間で、ね、120万人増えて、2400万だったらすごい安いと思います。それで120万いかなかったら全部返してくれだったら損しちゃうでいいんですか、制作費？あ、大丈夫です。大丈夫ですか？行くんで大丈夫です。はい、大丈夫ですか？はい、1本作るのになんか10万円ぐらいかかりますよ。はい、はい、じゃあ終了の時間となります。はい、ありがとうございました。むずいね、むずいむずい。どうでした三浦会長？120万いくって言われて返金するって言ったら誰でも多分出すよね。行く根拠をもうちょっとなんかうまく言ってくれたら多分うまくいくのかなって、ロープレー成功なのかなと思いますけど。かしこまりました。はい、じゃあ続きまして猿田さん、同じお題でお願いいたします。それではお願いいたします。用意スタート。はじめまして、猿田と申します。はい、何今日は？あ、今日はですね、YouTube のアカウントの、ところですね。で弊社ですね、大手さんから本当ベンチャーまでいろんな業態のですね、アカウント運用をやってきた実績があるので、もしかしたら本日お力になれるんじゃないかと思いましてお時間いただきました。今回、解説されるとすると法人のアカウントなのか個人のアカウントでいうとどちらになりますか？個人かな。あ、個人で。個人で。あ、まあ、でも三浦会長になるとおそらくもう個人のアカウントがいわゆるもう会社のアカウントになるようなイメージだと思うんですけれども、まあもうあれですよね。最後に売りたいんですよ。あ、売りたいんですか。じゃあもう目的としたらある程度、登録者数を増やして、最初どこかに売りたいというところですか。わかりました、わかりました。
実際まだアカウント運用 YouTube とかで手を出したこととかってありますか？ないですね。あ、ないですか、うん、分かりました。もう担当直営にお聞きするんですけど、うん、1年しっかり本気であれば、うん、ある程度の数字になって、うん、まあ、それこそいろんな企業さん売れるアカウントになると思うんですね、うん、まあ、ただもう1年って短スパンなんで、うん、それその金額をかけていかないといけないというところで、うん、まあ、おそらくここの弊社だけじゃなくていろんな企業の相見を取られたりとかすると思うんですけれども、うん、まあ、弊社ほどですね、まあ、金額が正直張る会社なくてですね、うん、弊社の内容でいうと、月200万円の1年契約からでしたら、うん、アカウントを育てていきたいと思ってるんですけど、それって、はい、僕が YouTube チャンネルをやるとしたら、はい、どういう企画をやれば伸びるんでしょうか？そうですよね、そこですよね、うん、で弊社の場合がなんで1年契約にしてるかというと、結論から言うと実際にいわゆる PDCA ですよね、うん、どういう企画がそれこそ三浦さんのパーソナリティに合ってるのかとか、うん、っていうのは出してみないとわからないところがあるの で、うん、で今回のプランっていうのがまあ、しっかりやっぱ企画のところすごい大切なんで、うん、まあ、いわゆる本気の脚本家だったりとか、うん、まあ、それこそ画質のところをこだわった機材とかも入れるんですけれども、うん、1ヶ月に5本をどん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 、1年間回していって、うん、で、目的とすると1年後には、ある程度その三浦さんの、この会社って個人の、まあ、個人と、まあ、会社のアカウントのいわゆる形ができるようなところを目指していこうと思ってます、うんうん、なので、実際にそこのどの企画かというのは、まあ、今後、うん、まあ、もっとこう話を、進めていってるんですけれども、うん、まあ、だんだん固めていければなと思ってます。なんかあんまりその他社さんとの差別化ってというか、なんか他社さんとよりも御社さんの優位性はあんま感じなくて、はい、で僕が検討してるのって、はい、要はお金を払って企画を作ってもらって編集してもらって撮影してもらったら延々とお金でかかるじゃないですか、はい、そうですね。したら僕そのお友達青さんって言うんですけど、はい、動画編集キャンプってやったんですよ、はいはいはい、そこに通って動画編集を覚えた方が早いんじゃないかなと思ってるんですけど、もしそれができるのであれば、うん、それこそ1年後からはもう御社の方でインハウスしてやっていただければいいかなと思ってまして、うん、あ、それはじゃあ御社さんに発注した後に、はい、チャンネルある程度伸びたら、はい、自分でな作ってもいいってことなんですか？あ、そうです。それこそ最初の1年でどれだけ強いアカウントにするかっていうのがすごい大切になってきてまして、それである程度のいわゆるファンをですね、うん、ファンを作った上で本当に発信した内容を発信していただくというのが、おそらく結果に結びつきやすいかなと思ってます、うん、なるほどね。それでお時間となりました。終了です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お二人ともありがとうございました。それではですね、これより社長方に勝者を発表していただきたいと思います。よろしいでしょうか？はい、はい、では参りたいと思います。せーの、3票で、うん、サルタさん、うん、で、田之島さんが、まあ、半1票0.5 票ということで、3.5 と 0.5 とですね、はいはい、サルタさんの勝利となります、はい、おめでとうございます。ではここでそれぞれお選びいただいた感想をお聞きしていきたいと思います、うん、半々を選ばれた田代さん、田代社長お願いします。今回でいうとその、まあ、200万の動画っていうことだったんですけど、それ以上の価値みたいなところが、多分三浦会長も何度も言ってたと思うんですけど、差別化の部分がなかなかちょっと難しかったのかなっていったところと、まあ、少し営業にありがちなオーバートークみたいなところも挑戦者の方はあったのかなと思いますね。そのあたりでちょっと引き分けとさせていただいたような形になってます。ありがとうございます。ではサルタさんを選ばれた瀬尾社長お願いいたします。はい、まあ、サルタさんやっぱり営業の鉄則というか、最初に現状を聞いてニーズを聞いたんですよね。でその三浦会長の回答から瞬時にこう頭の中でどうトークしていくかをやっぱ考える力って本当にすごいなと思っていて、で、挑戦者の方はいきなり今回200っていう大きな数字からぶつけたんで、一瞬あれと思って、これもなんかテクニックなのかなと思って、そのホストでこう鍛えたテクニック、これ出してきたら僕もちょっとびっくりしたかと思ったんだけど、ちょっとそこはやっぱり浅はかにいっちゃったなっていうだけで終わったんで、まあ、そこで圧倒的な差で今回は、はい、サルタさんでした。はい、ありがとうございます。ではサルタさんを選ばれた山本社長お願いいたします。サルタさんはもう完璧でした。強いコミットをせずにちゃんと検証を繰り返しながら最適解を見つけますみたいに言ってたのが誠実さを感じました。で挑戦者はもう若いから許せるんだけど、実際自分がお客さんで来たらちょっと信用できないなっていう、あれ契約しちゃうと多分ここにいらっしゃる三浦さんの動画撮影のスタッフが怒っちゃうんじゃないかな、うん、ありがとうございます。では最後に三浦会長お願いいたします、はい、
っぱりね、サルタ君はうまいなと思ったのと、今回の多分ロープレの肝というか、どうやったら黒軸できるかって、多分その付加価値をなんかつけるしかないと思ってるんですよ。で、例えば1年間でそれこそ動画の全てのノウハウを自分で作れたりとか、自分で企画できるノウハウを全て落とせますと。で、だから1年間の売り切りですぐらいの、何か自分にメリットがあるスキルがつくとかっていうのがないとちょっと難しいかなとは思ってて、相当5分間、前僕3分間だったんですけど、相当短い時間のロープレってなんかコツがいりますね。うん、あの相手の3分だと相手のニーズ絶対聞けないんですよ。自分のプロダクトの説明したらほぼ3分になっちゃうんで、そこで買いますかっていう提案していかないともう間に合わないんですよ。だからほとんどの人は5分でこぼれちゃってるんで、なんか5分に対応した作戦を考えないと、あのこれから難しく、みんなこぼれていく気がしますね。うん、なかなか5分で売るって難しいんで、でもやっぱりサルジュうまいなと思いました。多分進化すると思います、これからもっとこの時間にだんだん適応してくるなと思うんで、はい、期待してますありがとうございます。それではですね、以上の結果により、サルタさん3票、田之島さん 0.5 票ということで、サルタさんの勝利となります。おめでとうございます。それでは会場の方を移動してまいりたいと思います。三浦会長に不信感を抱かせる結果となり、敗北に終わった求職者。この後の限られた時間で雇ってもらえるだけの思いを社長たちに届けることはできるのか。それではスキルチャレンジお疲れ様でした。では社長方、何かご質問とあればお願いします。はい、じゃあ菅社長お願いします。新卒の平均年収っていくらか知ってますか？はい、わかります。250くらいですか？うん、それに対して今2倍以上、約3倍の金額を提示した、はい、その根拠というか、例えば月でいうと60万近いんですけど、はい、この金額に出しても損はないよってことを僕らを納得させられないと、700万、はい、なかなか出ないと思うんですけど、はい、なんかその僕らにこう納得させる、僕らを納得させる根拠ってありますか？はい、あります。理由が何点かあるんですけど、やっぱり一つ目が、私はその例えば新卒の方、普通に働いている方とは、まあ、違うんだと。これこそあの野球で養ってきた経験だったり、まあ、そうです、経験とかが違うのと、あとはもうこういう番組で自身から年収を提示して、こうやって高い金額でも提示できる番組なんで、これやっぱりその挑戦者の方が400万とか500万とかやってるところを、僕はもう強気で届かないかなぐらいの700万っていう強い気持ちで挑戦しました。うん、ありがとうございます。なんかある？アピールしたいこと。あ、あります。なんか、うん、まあ、他の人と差別化じゃないんですけど、うん、まあ、圧倒的に例えば同じ21歳、同じ誕生日で生まれた方よりも、うん、まあ、寝てませんと。寝てない？寝てないです。うん、はい、それこそ練習する時間とかがあったんですけど、うん、まあ、野球で休みの日だったら朝の8時ぐらいから夜の8時、9時まで練習して、うん、そこから寮に帰ってきて、まあ、みんなはご飯食べたりお風呂入ったりするんですけど、で私は何ですかね、一人の先輩がいてて、その方が、うん、まあ、雨でも雪でも素振りをすると、うん、それに憧れて、まあ、僕もそう雨でも雪でもそう 誰もがおらんずに練習もしましたし、うん、だからそういった部分であったら根性もありますし、うん、それと謙虚さとかも あると思います。うん、以上です。会社入ったとしたら、営業マン、例えばうちだと今どのぐらいだろうな、まあ、鑑定士の部署で120人ぐらいいるんですけど、はい、トップを取れる自信ってあります？あります。うん、どのぐらいの期間でトップ取れる自信あります？それこそ一番1ヶ月目で取りたいんですけど、うん、もうそれは大口とかになっちゃうんで、うん、それこそ半年では絶対に取りたいと思ってます。半年1年とか、うんうん、まあ1ヶ月でも取れるかもしれないけどね、うん、まあできれば1ヶ月目でトップ狙うぐらいの気持ちの方がいいと思うよ。はい、なんかちょっとみんなそのさ、保険的にさ、はい、1年後とか半年後とか言うけど、狙うんだったらもう最初から狙った方がいいでしょ、ね、何回か試合負けてから最後に、ね、10試合目で勝ちましょうみたいな考え方じゃなくて、はい、やっぱり自分にプレッシャーかけたりしたじゃない、はい、うん、だからやっぱり保険をかけるのは良くないよね。
うん、もう最初から行きますよと、はい、見ててくださいぐらいの気持ちだと、はい、700万の価値は出るかもしれないけど、半年後1年後にトップセールスになりますぐらいだと700万の価値はないかもしれない。1年後にトップになってもバリューって低いんですよ実は。あ、でも1ヶ月目でトップになるとみんなざわざわするんだよ、新人がトップ取ったぞって。だから1ヶ月目で取るってめちゃくちゃ大事だと思う。みんな覚えてくれるから、はい、最短でいくっていう気持ちだった方がいいね、はい。まあ、ちょっとこれなんか全然アドバイスみたいになっちゃうけど、どちらかというとうちの会社はそのクライアントファーストっていうのを掲げているので、もちろんめちゃくちゃ業界平均よりも給与は出してて稼げる会社ではあると思うんですけど、まあ、稼ぐことよりも、まあ、世の中を変えることとか、まあ、世の中を良くすることみたいなことを僕としてはやっていきたいなとは思ってはいるので、そのあたりのなんかお考えをお伺いしたいなというふうに思ってます。あ、なるほど。田代社長の会社だと例えばニューヨークとかに店舗があるじゃないですか。そうですね、ニューヨーク支店ありますとかで、例えば新しいことをその明確には決まってないんですけど、新しいことを10年後とかにはやっていきたいと考えています。それこそ、新しいことをやることで例えば、まあ、利益が生まれることももちろんですし、それこそ周りが真似するようなことをやっていきたいと考えています。なぜそれをやりたいですか。正直小さい頃から目立つことが好きで、目立つっていうか周りにすごいって思われることが好きで、それこそこうやって新しい事業をして、周りにすごいって思われたらなんか気持ちいいですし、それこそ自分が新規事業をやってるから、その周りの、その自分の下の子とかも気持ちいいと思いますし、そういうところでもやっぱりその見せていけるかなと、部下にって感じです。はい、大丈夫ですか。ではこれ最終ジャッジに移っていきたいと思いますので、最後一言アピールをして終わりましょう。お願いします。この先、絶対に誰にも負けません。以上です。はい、ありがとうございます。では社長方、最終ジャッジをお願いします。では田代社長お願いします。はい、70点でちょっと現時点ではちょっとまだ判断できないですという形ですと。すごい熱意があるなっていうのは感じていて、で多分過去の経験から根性もすごいあるのかなっていうのも見て取れるんですけど、結構うちの会社が掲げるクライアントファーストっていうのは、まあ、なんか自分が、まあ、もちろん儲かるっていうのもそうなんですけど、まあ、本当にお客さんをハッピーにしていくことが僕にとってはやりたいことで、僕も1000人ぐらい営業がいる会社でずっと1位を取ってたんですけど、なんか無理やり言ったこととかってなくて、どちらかというと本当に紹介でその会社の社長さん以上にその会社が良くなることをずっと提案してたら、その会社の社長さんから紹介されたみたいなことの方が多かったので、本当にまあ世の中を良くしていくみたいなところって、少し多分一度働かれてみたりですとか、多分結構営業が強く鍛えられる会社さんがいっぱいあるかなと思いますので、まあうちとしては今現時点では判断ができないかなっていうような形になってます。はい、ありがとうございます。では瀬尾社長お願いします。はい、ですね、70点でしないです。あれ、そうなのっていうのが本当に目がいいなと思ってて、点数は本当70点っていうのは僕の中で合格ラインで、なぜしないかっていうところは、うちは新卒の初任給が360万なんですね、うん、で本当に優秀な子いっぱいいて、大体100人に1人ぐらいの確率で受かるんですけど、その子たちと見ても遜色ないと思える。ただその子たちの倍の給料の価値は今日この場ではアピールできなかったかなって、そこのさっきの根拠の部分がやっぱり納得できる根拠が提示できなかったことがこの金額になった。なんで、今回本人が700万希望しているので、やっぱりその金額では不合格という形で、今回しないを選びました。ありがとうございます。では山本社長お願いします。そうですね、多分これ YouTube とか動画で見てると伝わらないんだろうけど、会場に同じところにいるとあなたのすごく熱量というかオーラはすごく感じたので、はい、70点ですると思います。あともう一個感じたのは、はい、入ってきてからほぼずっと三浦さんの顔見てるから、多分めちゃくちゃ三浦会長に憧れてるんだなと。
ます。かっこいいです。はい、思ってます。なのでこう、はい、ほとんど三浦さんの顔見てたなっていうのが、ちょっと僕の顔見てほしかったなっていやいやいやちょっと思いました。はい。ありがとうございます。では、はい、三浦会長お願いします。僕これ多分視聴者さん分かると思うんですけど、僕するんですよ。こういうタイプの人しちゃうんで、はい、で50点で、あのするです。で多分皆さんと同じ意見なんですよね。やっぱり皆さんと見てるところって近いのかなと思って、やっぱり今現状のスキルとかはまだまだ弱いと思ってて、経験もまだないし、ただやっぱりオーラみたいなのあるなと、あと目力とか、うん、なんか存在感が入ってきた時からあるんで、やっぱそういう何ですか、可能性を感じてしまう。それが外れなのか当たりなのかまだ分かんないんですよ。ただ感じてしまうんですけど、でこれからあなたが伸びるのって多分環境だと思ってるんですよ、ね、あの自分が頑張れる環境とか、プレッシャーかかる環境とか、そういう環境に身を置けば多分努力するタイプなんで、なんか厳しい環境で働いてもらいたいなと思ってます。で僕も厳しく教育しようかなと思うし、一番競争率高いような営業所に入れた方がいいのかなと思ってて、ただやっぱりまだ就職まで時間があるんで、いろいろ検討しながらいいと思うんですけど、まあ、候補の一つとして考えてもらえばいいかなと思って、あの採用するしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では今回は山本社長と三浦会長の方から内定が出ました。改めておめでとうございます。では、番組のルール上、この場で入社先をこの場で決めるんだっけ、はい、決めていただく形になりますが、うんうん、一旦ね、一旦、はい、2社の中でどちらにしますか。なんだそれ。なんか質問をいいよ、別にしたかったら、うん、質問しなくてもいいよ別に。いや、したいです。あの厳しい方に行きたいです。あ、厳しい方って両方厳しいと思うよ。多分もうあの厳しさも優しさも両方あると思うんだけど、あのそれはあなた次第かもしれないね。あの自分で、あの僕たちが何もプレッシャーかけなくても自分で頑張るかもしれないし、それは分かんないよね。怒られるか褒められるかは、うんうん、あの僕のプロフィール見てもらえば分かると思うんですけど、はい、光通信というあの日本一厳しい会社を経営してました。20年間、あの1万人の社員を抱えて、はい、僕も一般社員から入ってめっちゃ厳しかったです。あのそこかで、あの一番上に上がった。あの頃の厳しさなんですか、まだ。いや、あの頃から少し丸くなってます。あの中に流れてるものは厳しいけど、あの不条理になんかっていうのはないんで、うん、ただあの厳しいかどうかって期待するかどうかだと思うんですよね、うん、はい、あなたをどこまで育てたいとか、もっと俺はできると思うって思ってれば厳しくしちゃうけど、うん、あなたも諦めてて、僕もまあそこそこかなと思えば厳しくしないんで、うん、あなたがその厳しいところに行きたいっていうのは素晴らしいなと思います、うんうん、いかようにでも厳しくできます。あなたはなんか自分がどういう業種で働きたいかとか、はい、そういうところもあるよね。その経営者との接点なんかそんなに作れないから、あの僕と働きたいとか山本社長と働きたいってところで、でもそこまで接点は作れないよ。いっぱい社員さんいるからね、はい、あなただけ優遇するわけにはいかないし、だから自分がどういう領域で戦いたいかっていうところもやっぱり大事だと思うよ。僕はリユースですし、山本社長ってメインは人材とか広告とか、ね、広告ですよね、うんうん、ではお願いします。三浦会長でお願いします。おめでとう。最後一言、 TikTok だったりは、うん、それこそ YouTube とかも拝見させていただきましたし、あの西崎社長と、うん、サウナを売るみたいな、あーやったね、15分間ぐらいロープレしたよね、うん、でこの人すごいなって思いましたね、うん、その時は。社長の SNS での発信が重要ってことが、そうだね。、うん、俺も200万払ってお願いしようかな。じゃあ改めてお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。これまでの厳しい環境下での経験で培った根性の可能性が認められて、見事三浦会長の会社に採用となった求職者。今後トップ営業マンとして活躍することを楽しみに待ちながら、社長たちは次なる求職者を待ち構える。